願いします。よろしくお願いします。あなたとちょっと触れるロックンローラーなんで、ロックンローラーは無条件で歌わなあかんわけです。でそれと同じ数だけ歌わなあかんのが千秋、これは無条件で同じ数歌わなあかんわけです。真夜中の空に問いかけてみても、こんなにも騒がしい街並みに佇む君はとても、おしゃれ目に変えたんだ。おい、ここもういいから帰って。次の人はものすごい外伝の真面目な人、これにライバル心を持っている鬼の手直すといろんなことがあって、いろんなキャラクターをつけていたりするので、随分今からやることが変わってくるとは思うんです。ZEE! エンド!